歴代史上第18章。この後ダビデはペリシテ人を撃ってこれを征服し、ペリシテ人の手からガテとその村々を取った。彼はまたモアブを撃った。モアブ人はダビデのしもべとなって貢ぎを納めた。ダビデはまたハマテのゾバの王ハダデゼルがユフラテ川のほとりにその記念碑を建てようとして行った時、彼を撃った。そしてダビデは彼から戦車1000、騎兵7000人、歩兵2万人を取った。ダビデは100の戦車の馬を残して、その他の戦車の馬は皆その足の筋を切った。その時ダマスコのスリア人がゾバの王ハダデゼルを助けるために来たので、ダビデはそのスリア人2万2000人を殺した。そしてダビデはダマスコのスリアに守備隊を置いた。スリア人は貢ぎを納めてダビデのしもべとなった。主はダビデにすべてその行くところで勝利を与えられた。ダビデはハダデゼルのしもべらが持っていた金の盾を奪ってエルサレムに持ってきた。またハダデゼルの町テブハテとクンからダビデは非常に多くの聖堂を取った。ソロモンはそれを用いて聖堂の海、柱および聖堂の器を作った。時にハマテの王トイはダビデがゾバの王ハダデゼルのすべての軍勢を打ち破ったことを聞き、その子ハドラムをダビデ王に遣わして彼に挨拶させ、かつ祝いを述べさせた。ハダデゼルはかつてしばしばトイと戦いを交えたが、ダビデはハダデゼルと戦ってこれを打ち破ったからである。ハドラムは金銀および聖堂のさまざまな器を送ったので、ダビデ王はこれをエドム、モアブ、アンモンの人々、ペリシテ人、アマレクなどの諸国民のうちから取ってきた金銀とともに主に捧げた。ゼルヤの子アビシャイは塩の谷でエドム人1万8千を撃ち殺した。ダビデはエドムに守備隊を置き、エドム人は皆ダビデのしもべとなった。主はダビデにすべてその行くところで勝利を与えられた。こうしてダビデはイスラエルの全地を治め、そのすべての民に公道と正義を行った。ゼルヤの子ヨアブは軍の長、アヒルデの子ヨシャパテは士官、アヒトブの子ザドクとアビアタルの子アビメレクは祭司、シャウシャは書記官、エホエダの子ベナヤはケレテ人とペレテ人の長、ダビデの子たちは王の傍らにはべる大臣であった。